はい、お帰りお疲れこんばんは、あちこでございます。さあ今日は何をしますかと言いますと、今朝ね、またあの日テレさんの週一の方でフーズプリンセスの放送がありましたんで、そのお話をしていきたいなと思うんですけれども、だいたい週一さんで一組今ねソロパフォーマンスバトルやってるんですけれども、もう一組の方は本編でいうことでフールでねご覧くださいいうことなんですが、火曜日に私ギャオさんの方でもう一組を見てという感じなんですね。でだからまた前回、リンコちゃんとユキノちゃんのバトルをし週1、3年見て、で火曜日にアイナちゃんとココちゃんのバトルを見て、で今朝リンジコちゃんとリンカちゃんのバトルを見たということなんですけれども、ですからまあリンコちゃんユキノちゃんはもうねこの間お話したんで、アイナちゃんとココちゃんからまず言いたいんですけれども、まあこれはねまあ難しかったな。まあ頑張って苦労して頑張ってやってきてるアイナちゃんね、これまあ応援したいところでもありました。でココちゃん、ココちゃんはまたねちょっとこう雰囲気のあるね、女の子でいいなという感じで、まあどちらもラップをこれ得意としているというところでね、今までの詳しい歌とは違う形形式なんですけれども、まあうーん私が見る限りまあアイナちゃんも上手でした。ただココちゃんのラップの方が、なんかラッパーとして今後もっともっと伸びていくかなっていう感じがありましたね。かっこよかったなんしかね。まだまだ未熟としても、まだもう全然可能性を感じるラップだったなというふうに思いました。うん。で、今度ダンスバトルの方ですけれども、ダンスバトル、アイナちゃんがね、ウンギョ先生になんか振りが小さい言うて、コンパクトになりすぎてるともっと大きく大きくね表現しなさい言われて、そこでちょっとなんかハマっちゃったかなっていう感じがありましたね。まあ本来ねバックダンサーも務めた経験もあるアイナちゃんですけども、ダンスでは絶対負けられないっていうとこやったんですけれども、まあちょっと思いのほかどうでしょうね、ダンスバトルの方もココちゃんの方がなんか表現力豊かやったかなというような気がしましたね。まあ、結果、ココちゃんがプリンセス行って、でもアイナちゃんはまたチャレンジャーに落ちて、アイナちゃんはもう行ったり来たりね、もう大変ですけれども。だからまあ、そんな感じかな。でも妥当な判断っていうか、ジャッジやったなと思いますね。アイナちゃん、ココちゃんに関しては、なんかアイナちゃんはな、頑張んねんけどな、なんか私の口から言うのもあれですけど、やっぱりね、ウンギョ先生言ってた、スター性が足りないと、この子は何が魅力なんだろうっていうところがね、これ本当に何だろうっていう言い表せないことなのよね。それを見事にウンギョ先生がこう、まあ、言ってくれたというか、なんか光パッとこうパッと光で私たちを照らしてくれるっていうような感じがないので、そこがなんかね光を放ち始めたらねまたいいのかなと思うんですけど、だってダンスバトルだとか言ってねヘアメイクしてこう綺麗にしたら、やっぱりねより可愛くね綺麗に見えましたしね。まあ衣装もなんかあんま良くなかったかな、そういう意味ではな。なんかちょっと、頭こんなんつけてな。まあね、まあ結果はまあココちゃんでしたけども。ココちゃんはりょんりょん先生も言ってたように、クールビューティーが似合うような女の子ですから、そういう感じでね雰囲気持っていったらなかなかいいなというふうに思いました。はい、そして、今日ですね今朝シューイチさんの方で、見させていただいたのが、ニジコちゃん VS リンカちゃんというとこですね。はあ、これも、ニジコちゃん16歳、リンカちゃん19歳ですか。まあ、年齢ちょっと間違ってたらごめんなさいね。で、まあ、ちょっと私の中では、まあ、こう、ニジコちゃんもリンカちゃんも、今まで候補には入ってなかったんですけども、ただ今日のを見て、がぜん、やっぱりニジコちゃん。まあ、そもそもがね、端正な、綺麗なお顔立ちしてるんですよね。ね。で、またその、ちょっと気が弱いのか、ね、
もうすいません、すいません、言うて、ほんで緊張ももうして、もう声も出なくなったりとかして、やってるところ、うん、まあそういうとこ見るとね、うん、なんていうのかな、そんなもうアイドルにも向いてないで、と。うん、そんな感じやってもうアイドルも向いてないんちゃう、と思いがちなんですけれども、でもいや、そうじゃないんですよね。うん、だからこそ向いているというか、うん、ね、自信がない。でもなんか私は引っ込み思案でって言って、うん、だからこそなんか頑張るエネルギーにもなるし、で頑張ってきたんやろしね。でボーカルのとこでもなんていうのかな、別に下手じゃなかったしちゃんと歌えてたしね、良かったと思いますよ。で努力か、なんといっても努力かっていうところが表に出てましたよね。この一生懸命風船膨らましてさ、そんな2、3日風船膨らましたからって肺活量がぐんって大きくなるわけじゃないんだけれども、でも何かできることはもう全部するんだっていう、なんかそういう心意気、やっぱそういう気持ちの持ってる人がやっぱりどんどん、あ、この子は伸びるのよねって、なんか壁にぶち当たってもきっと乗り越えるよねって思わせてくれる。だからこそまた応援したいと思います。で、じゃあ、リンカちゃんにはその魅力がないかっていうと、またリンカちゃんはリンカちゃんでね、なんか根拠のない自信をバーンと持ってて、まあ、だからこそなんか光るもの、オーラみたいなものがあったりするわけなんですけども、うん、なんかもともとそういうの持ってる人にはやっぱり、どこまで行っても叶わないみたいなところがあって、生まれながらに花があるとかね、なんかオーラがあるとか、自信があるとか、さっき言ったアイナちゃんとはまだ真逆のところにいるんですよね。ちょっとあれかな、フィギュアの安藤美希ちゃんっぽいとこあったかな。うん、明るくて天真爛漫でっていうね。ただそれが、そこが、うん、いいとこではあるんですけれども、裏を返せば、ちょっとこう、ね、怠慢になりかねないという、そこへあぐらをかいてしまいかねないというね、もともと才能がある人に、っていうのは、ある意味そこが逆にかわいそうな部分でもあると。うん、才能がないからこそ、努力家になれたっていう人もね、たくさんいると思いますしね。うん、だからそこを、まあちょっと痛いところ、うんぎょん先生にね、指摘されてみました。あんたみたいに練習しない、練習生はいないみたいなこと。ねえ、ちょっとニュアンスは違いかもしれませんよ。ね、まあそんなこと言われてて。まあほんで、本人もね、もう、絶対勝てると思いますとか、自信ありますとか、結構もうバッとこう言っちゃうタイプなのでね。かわいそうですけど、逆にすると敵を作りやすいみたいなところはね。別に今回敵が できたわけじゃないんですよ。何でもないんですけど。なんかで、ね、二人並んだ時にどうしても、あ、にじこちゃん応援しようって、応援したくなるっていう、なるのはまあ日本人のね、差がというか、半眼美意気というかね、そんなところですけど、まあでも、そういう表面だったなんかこう、性格的なね、ところを上げ足取るだけじゃなくて、実際にパフォーマンス見た時点でも、なんだろう。まあ歌の部分ではそんなに、本当に、うん、どっちっていう感じなかったと思いますと。ね。で、ダンスバトルになった時に、あれすごいね、やっぱりにじこちゃんの、やっぱ表現力というか、もう、こう、もう、ちょっとね、言ってしまえば危機迫るものというか、もう、そういう切実さが大事だっていうことをね、どなたかおっしゃってました。で、また違うところでは、また番組、違う番組とかでね、審査員、の方、マスターさんとかが言うには、切実さがもう表面に出てしまったらダメなんだっていう言葉も、どっかで聞きました。うん、それはもうどちらもあり、本当そうなんですよね。もう本当に切実さがもう出すぎてまう。なんかもう痛々しい、悲しい、痛々しいまで行ってしまうと、それはもう NG なんですよ。ダメなんですよね。でも、その切実、もうこれしかないんです。ここしかないんです。私はもうこれしかないんですっていう切実さが、うちに秘めた、パフォーマンスっていうね。それは痛々しいじゃなくて、もうこっちに迫ってくる、危機迫るみたいな切実さだと、もうほんと、うわ、ぐわっと感動を得る。すごいな、何なんだろう、この魅力はっていう。このエネルギーはっていうところに繋がってくるんですよね。だから、その痛々しさは練習で全てやってしまう。消化してしまう。で、パフォーマンス、ボーンって、ステージでは痛々しくなく、もう思いっきり出せば、もうその、出てくるというかね。すごいな、私。
まるでダンサーみたい。まあでもそういう、そこで分かれたと思いますね。今回のにじこちゃん VS りんかちゃんのバトルっていうのはね。最初は同じこと言われてたんですよ。二人とも、にじこちゃんもりんかちゃんも。うん。なんか、あの、動きをただコピーしてるだけで、うん、全然何も伝わってこない。うん、何も面白くない。で、どっちも同じこと言われてた。指摘受けた。でも、より努力したにじこちゃん、しっかり歌詞の意味っていうのをもう研究して、こういう歌詞だから、こういう感情で表現するとか、そこをしっかりもう作り込んできたにじこちゃん。そして最初、もう当初もその振りを覚えて、私なりのそのダンスっていうものを見せたいと思ったがゆえに、歌詞を覚えていなかった。だからこそ、その歌詞の感情と自分の踊りの、表現とが一致しないという感じで、最終的には、にじこちゃんに差をつけられてしまったりんかちゃんというようなね、結果になったわけでございますよ。で、まあ当然ジャッジの方はにじこちゃんがプリンセス、そしてりんかちゃんはまあそのままチャレンジャーということになりました。これももう致し方ないですね。うん、私も同じジャッジをさせていただきました。ただここでね、もうほんと困ったことに、一気ににじこちゃんが私、ランクインしてきたわけですよ。だから、なんていうのかな、今までね、前回発表したの、ゆめこちゃん、りおちゃん、りんこちゃん、ゆきのちゃん、ななちゃんというトップ5やったわけですね。で、ここへね、もうにじこちゃんがドゥンって入ってくるのね。6人目のメンバーとして。これ困ったよね。あ、ココちゃんも保留、まあ、保留やな、補欠組ぐらいな感じで。やっぱ、ココちゃんのあの、なんかクールビューティー的な、ちょっと、もんとした、なんか、たたずまい。でも、こう、なんか、踊り出したら、結構、クールで、ニヒルに笑ったりなんかするところも、かっこいいなって思えたりなんかしたんで、ちょっとココちゃんも目が離せなくなってきたなということになってきたんですね。で、まして、今度、まあ、火曜日にならんと私も見れないんですけれども、今度、リンちゃんとランちゃんと、RK 多くない？名前、ほんまに。ね。りんちゃん、らんちゃん、りんりん、らんらんみたいな、ね。りんちゃん、らんちゃんの戦いがまたありまして、これがどうなってくるのかと。らんちゃんがね、体硬い言うてね、もっと努力しないとなんて前にも言われてましたけども、さあ、どうなってんのか、まあ、あの、ティーザーというかね、予告では、りんちゃんも涙流していたりなんかするわけですけど、どうでしょう。どうでしょうね。気になりますね。はい、といったところでございます。なので、今回、まあ、ね、どうしようかな。今日の時点でのマチコ5、ね、発表しておきましょう。発表しておきましょうってね。発表しておきます。はい。ゆめこちゃん。これ、順位関係なくね。ゆめこちゃん、りおちゃん、で、りんこちゃん、ゆきのちゃん、で、にじこちゃん。ということになっております。はい。まあ、これね、前回、ななちゃんが入ってたんですけれども、ね、まだななちゃんはパフォーマンス見てないので、今回は一応外させていただきました。で、ななちゃんはまあ、今までのね、感じで見てくると、全然、だんだん、あの、センター候補でもありますから、うん、もう、ぐぐっと入ってくる可能性はまた、全然ありますんでね。ちょっと難しくなってきました。もうちょっとややこしくなってきました。つまり、私も、先週、片足突っ込んでますって言いましたけど、もう今週あたりでいよいよ、両足首まで両足首まで突っ込んでしまった感じですかね。やばいです。はい、楽しい感じになってきました。フーズプリンセス、まあ、あのね、あの、うんぎょん先生も、りょんりょん先生も、鬼だと言われて、ナレーションでは言われてますけども、全然鬼じゃない。本当に、すごい愛のある先生、コーチだな、という感じがしまして。結局、鬼二人で終わりなんかな。もう鬼いそうにないよね。ね。ラップパートも、どこも、ね、りょんりょん先生やってしまってるからね、アイナちゃんのところでね。うん。ということなので、まあまあ、あの、もう鬼言わんでええんちゃうかなって、それは思いますね。番組に対しての、
ね、感想としては。はい。ということでございます。まだまだ、どんどん気になり始めてきた Who is Princess、火曜日の、またギャオの放送を見てからですね、また来週の日曜日、朝見て、ね、その2回分を、一緒にまた、感想を述べたいと思いますけれども、皆さんはどのように見ているんでしょうか？そして皆さんの推しは一体どんな感じなんでしょうか？よかったらコメント欄の方にもね、書いといていただきたいと思います。いつもですね、このようにサバイバルオーディション番組評論家としてあずまちこがですね、このサバイバルオーディション番組の感想や、あとはもう K-POP のね、アイドルなんかのお話をさせていただいております。チャンネル登録まだですよという方はぜひともねポチッとしておいてください。そして高印象という高評価のボタンもブンと押しておいてください。はい、お帰りお疲れこんばんは、まちこがお送りいたしました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。